2024年4月12日、ナンバーアンダーラインアイがセカンドデジタルシングル、ブローユアーカバーをリリースしました。この楽曲とそのミュージックビデオは多くのファンを引き込み圧倒させました。ナンバーアンダーラインアイの新曲とそのミュージックビデオはまるで別世界へと誘うような魅力があります。この MV を見るとまるで映画を見ているかのような感覚に包まれます。 その美しい映像、見事な演技、そして心を打つメロディーは、ただただ圧倒的です。一方で、私はこの MV を見ている間、ふとした瞬間に、ある疑問が湧いてきました。それは、このような表現力豊かな作品が、どのようにして生み出されるのかということです。背後には、どのような創造的プロセスが存在するのでしょうかまた、 この作品が私たちの心に深く響く理由は何なのでしょうかこの疑問に答えるために私はナンバーアンダーラインアイの制作プロセスについてさらに掘り下げてみました。そして彼らの世界観をより深く理解するために彼らがインスピレーションを得る源泉やその背後にあるストーリーについても調査しました。驚くべきことにナンバーアンダーラインアイのメンバーは この作品を作り上げるために非常に緻密な準備と研究を行っています。彼らは自分たちの感情や経験を元にして深く感動的で心に響く歌詞やメロディーを生み出しています。また彼らはプロデューサーやディレクターと緊密に協力し作品のビジョンを実現するために精力的に取り組んでいます。さらにナンンバーーアダライン愛は ファンとのつながりを大切にし、彼らの感情や思いを作品に反映させることに注力しています。彼らは、ファンの声に耳を傾け、彼らの期待に応えるために常に努力しています。その結果、彼らの作品は、多くの人々の心を打ち、感動を与えることができるのです。そして、ナンバーアンダーライン愛の作品が私たちの心に深く響く理由は、 その真摯さと情熱にあると言えるでしょう。彼らはただ歌を歌うだけでなく、自分たちの内面から生まれる感情を表現し、その真実性が視聴者の心に響くのです。彼らの作品は、私たちが共感し、共鳴することができるものであり、それが彼らの魅力の一部です。最後に、ナンバーアンダーライン愛の新曲、ブロウユーアーカバーを楽しんでいる皆さんに、 私からの質問です。あなたは、この曲やそのメッセージがあなたの心にどのような影響を与えましたかまた、彼らの作品に対するあなた自身の考えや感想は何でしょうかぜひ、シェアしてください。ナンバーアンダーライン愛の魅力は、これからも続くでしょう。彼らの創造性と情熱は、 私たちに常に新しい感動と感激を与えてくれることでしょう。彼らの未来がますます輝かしいものであることを楽しみにしています。ナンバーアンダーライン愛の魅力はこれからも続くでしょう。彼らの創造性と情熱は私たちに常に新しい感動と感激を与えてくれることでしょう。彼らの未来がますます輝かしいものであることを楽しみにしています。 しかし、その一方で、私たちは彼らの作品に対して常に新たな視点で接することも大切です。彼らの歌詞やメロディーに隠れた意味や深さを探求することで、私たちはより深く、より豊かな体験をすることができるでしょう。そして、その過程で、私たちは自分自身や世界とのつながりを再確認し、より豊かな人間性を育むことができるのです。 ナンバーアンダーライン愛の作品は、ただ単に耳に心地よいだけでなく、私たちに深い洞察や感動をもたらしてくれます。その真の価値を見出すために、私たちは常に彼らの作品に耳を傾け、心を開いて受け止めることが重要です。彼らの音楽が私たちの心に触れるとき、それはただ単に楽しい体験だけでなく、 心に深い感動と共鳴をもたらすのです。最後に、私はナンバーアンダーライン愛の新曲、ブローユア o カバーのリリースを心から祝福します。彼らの作品が私たちの心に永遠の印象を残し、私たちの人生に豊かな意味をもたらすことを願っています。彼らの創造性と情熱が、ますます多くの人々に届くことを願っています。 彼らの未来がますます輝かしいものであることを祈ります。皆さんもナンバーアンダーライン愛の作品を楽しんで、その素晴らしさを共有してください。彼らの音楽があなたの心に響くことを願っています。それでは素晴らしい音楽の旅をお楽しみください。